おはー、さあやっていこう。さあポチ、おはよう。というわけでやっていきますか。続きから龍が如く。じゃあね、前回サブストーリーね、なかなかムービーシーンからサブストーリーをやったっていうわけで、まあね、それもね、楽しかったっていう流れでしっかりと、春子を助けに行きましょう。伊達さんが待ってるからな。話しかけられたそうに待ってるから、横浜へ向かう準備はできたのか。よし、行くか。そうだな、しっかりと春香を助けに行こうじゃねえか。横浜ね、剣またぐからね。そうか、ガキを奪ったか。ええ、今中華会の本部に監禁してます。これで例のお約束守っていただけるんですよね。おお、お宅のジャカには30で文句ないやろ。30？ じゃあ島野さんは70ってことですか？いや、うちは50や。なら残りの20億は？おお、来たか。なあラウ、紹介するわ。これが5代目近江連合の寺田いう男や。以後お見知りおきを。錦山のアホからガキの情報を持ってきたんがこの寺田や。残りの20はこいつんところや。そうでしたか。それはそれは。錦山のガキや、まだまだ極道の怖さ知らんで、年が20も下のガキに出し抜かれるかっちゅんじゃ。第9章奪還。ラウカーロンか、ジャガまで絡んでくるとはな。ああ大丈夫だ。キリュウ、ペンダントはともかく連中がハルカをどうこうする理由はねえはずだ。伊達さん、ハルカは見たこともねえ母親探しにたった一人であの町に乗り込んできた。9歳の女の子がだ。ただ母親に会いたい、その一心でな。ああ、ハルカが俺から離れようとしたって聞いたとき、俺は10年前のことを思い出した。何より大事なものを守りたい一心で、自分のしたことを信じてた時の気持ちを。今思えば俺は逃げたのかもしれないとも思う。その人間が背負うべき運命を見てられなくて、それを見届ける勇気がなくて、俺は奴の人生を無理やり曲げちまったんだと。だが心のどこかではこうも思うんだ。運命に逆らった自分は正しかったはずだ。大事なもん守るために必死になった人間はどんな壁だって乗り越えられるはずなんだってな。水木が死んで、はるかあの小さい体で必死に歯食いしばってる。あいつが運命と戦うなら、俺はあいつのために命張ってやろうと思うんだ。こいつがあのジャカのアジト。そうだ。伊達さんは例のハルカの捜査を探ってみてくれないか。お前一人で行くつもりか。悪いが、今の伊達さんじゃ足手まといになる。はっきり言いやがる。分かったよ。すまない。死ぬなよ、キリュウ。お客様、お一人様でしょうか。ラウカーロンに伝えろ。キリュウカズマが会いに来たと。いえ、あいにく当店にそのようなものはおりませんが。あの、お客様。
いや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 、なかなかの大事故やったぞ、おい。よくとっさに、ね、人を防御にできたね、ヒルちゃんも。さあ、やるか、ジアカ構成員。めちゃめちゃ武器持ってるけど。なかなかやったな、あれ。あ、ちょっと待って。あ、いいのが、あー、ちょっと待って。おーい、ふざけんな。ちょこんとなんか切るのやめてくれる？お前も。あ、じゃ範囲が広いからだけんな。うぜえな、ちょっとな。俺も使えてんだわ。椅子じゃねえのよ、欲しいの俺は。あー、うざい。うざいな。逃げよっか、一旦逃げて、冷静になって、こいつらを、まず、潰していこう。ちょっとやめてくれよ、マジで。うまくやらしてくれって。いや、パンチだな。冷静に。でも、使えるときには使おうかっていうやつよ。ね、やっぱり。古びた青龍刀をしっかりと突き刺して、行こうじゃねえかっていうわけよ。よし。危ねえ、危ねえ。さてと。おー。ある程度倒すと、敵が湧いてくんのかな。よいしょい。危ねえからな。マジで。結構敵御用さん終わり。中国憲法が結構うざいね。いで。中国憲法が結構うぜえじゃねえか。じゃあ、青龍刀まだ残ってるから使っていく。よいしょ。よいしょっと。違うヒートアクションも使いつつ、あ、これがドロップキックか。外しちゃ意味ねえだよ、君じゃ。ちょっとめんどくせえなあ。あちこちにいらっしゃるから敵を。これうぜえなあ。ドロップキックうぜえな。ちょっと取らなきゃよかったかも。ヒートアクション出そうと思うんだけどさ、ドロップキック判定になっちゃうんだけど困るなあ。ちょっと俺だけはちょっとこうゆっくり行かないとダメだな。しながらやっちゃうとあのドロップキック判定になっちゃうわ。よしよいしょ、オッケー。はい、ご次湧いてくるね、餃子な。めんどくせえけどやりますか。サクッとはるかを助けにていけねえのよ、こっちは。敵が行さんいる中でのヒートアクション醸し出して、あれ一人できたね。お一人様ですか。お一人様に乗り込もうとするその勇気だけは認めてやろう。最高。ポンと一人ずつかかってくんだったら、それはそれでこっちは嬉しいんだけど。最高。そろそろ体力回復も入れつつもありなんだけど、あ、こっち、なんか微妙なところで戦うのやめてくれ。何も判定が入らんところでパンチすると入らないね。攻撃判定がつかめねえし。ああ、やたらと行さん湧いてくんな、マジで。早く、倒さねえ。次進めねえと、次に進まないとさ、どんどん湧いてくるのかな、もしかしたら。OK。ちょっと待って。回復入れよう。回復入れよう。スタミナ X 入れとく。軽く軽く回復を入れて、ああ、これさ、あ、ちょっとそれやり、じゃあここから落とす方法がありますね。ああ、これが楽しいだよ。強制ロックアウト、強制アウトのヒートアクションが好きなんだわ俺。中にいるね、支配人っていうのがいるな。痛い痛い。これかな、これか。こいつ支配人なの。支配人しっかりしないと、もうちょい体力ないとお前ダメだぜ。やっときました、お疲れ。あ、でここは全員始末したよってわけでいい、いいわけね。どこだ、回復回転のも起こってないのかな。道中に落っこってるイメージはあったんだけどさ、今まで。どこにもなさそうか。ちょっと行きますか。
違うか。いやー広いね。まあ、中華料理ってわけか。食べてえな。さあ、じゃか構成員まだまだいらっしゃるわけですな。おっとっと、なんか火が出てんな。あそこ、おっと、料理長。お、料理長、料理長、あそこの火のところにさ、ヒートアクション醸し出せ。あーうぜ、ちょっとあかん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 、ちょ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 、あぶねえな。何してくれてんねん。あーちょっと両刀使いうぜえな。両刀、あ、包丁あるじゃん。包丁もらおうか。こっちも中華包丁。お前らを切り刻んで料理してあげなきゃいけねえからよと。料理をしなきゃあかんよと。おおおおおお、ちょっと固まりすぎて、固まり魂はちょっときついわ。あ、ちょっとあかんの。あ、塩ってあれ、ネクラマシ効果もやるんですよ。あ、じゃあじゃあじゃあ、バトル中に鼻かゆくなるのやだな。鼻かゆてる間にやられちゃう可能性が。ちょっと固まりすぎてうざい。危な、危ないってマジで。意外というのが意外と危ねえな。いって、よいしょ。はい、あれ、とっさに三角出ねえんだけど、キャプチャーするからかな。やっぱワンテンポ遅れるからな。お、あるじゃん回復アイテム。サビにしてやる、サビにしてやる。食塩、食塩いいな。いって、うっせえな、ここマジで。三枚おろしはきついな、ちょっと。あかん、ちょっとマジであかんな、ここやべえな、やっべ。この後ラウカロンとも戦うんだべ。結構きついぞこれ。いて、体力か、体力大変やなこれ。よし、あぶねえな、やっば。回復アイテム結構きつい、もしかして。意外とこいつらが体力ありすぎてさ、うぜんだよな。よいしょ、オッケー。ドロップキック中にやられるんかい。まあ、そりゃそうか、さすがに。うぜえなぁ。よいしょ。あ、まだ向こうにも回復アイテムあるじゃん。よかった。よかったんだけど、結構追いつくね、早くね。オッケー。あぶね、あぶねえなぁ。やべ、あと1個しかないじゃん、回復アイテム。大丈夫かな、この後。この後が心配だよ、俺も。あと二人か。そしてあとお前だけか。鍋か。シンプル鍋の素。よいしょっと。いっとこうか。ふぅ。危ねえな。危なかったけど、結構、ピンチですね、これね。回復アイテムとか買えねえから。たまに武器商人とかいたりするじゃん。ギリギリだったで、この戦い。回復アイテムがあと1個。ちょっとまずいですね、これ。ちょっとまずいですな。行くか。はるか。そろそろ来ると思ってたよ、キリュウカツマ。12年ぶりか。ラウカロ、なんでお前まで。島野さんに頼まれてね。なかなかでかいビジネスだ。俺はそういうのに鼻が利くんだよ。お前も100億。ふん。お前らはこの娘の本当の価値を分かっちゃいない。島野に知ってもそうだ。日本の国土ってのは本当に頭が悪い。
ペンダントはどうした？とっくに売りさばいたよ。錦山にね。ドケチな島のには無縁よ。だったらもうその子には用はないだろう。ふん、逆だ。俺たちにはこの娘さえいれば十分。何？どういう意味だ？おしゃべりはここまでにしよう。俺は力でジャッカーをのし上がった男だ。きな、マフィアの怖さを思い知らせてやる。マジかよ、ラウカロー、まさかの槍使いですか。でも回復アイテム何個かあるの良かったわ、助かった。おちょっとちょい、範囲広くないそれ。痛い、こっちも中華防止持ってるからな、なめんじゃねえぞと。よいしょ、はいよ、はいよ。でもちょっと怖いから、なんかすごい大ダメージ与えられそうだから、回復アイテムしっかりともろてー。無理か、これで。あー、ツボアタックが、ワイのツボアタックが、ワイのツボアタックが、よし。結構目くらまわしになったりするっていう前にちょっとはるかはいるからな。おじさんの戦いぶりをしっかり見てくれよ、はるか。頑張ろうか。なんか今食べてた？おしゃくな。よいしょ。お、なんか、待って。今、清流と入ってた？ズボンの中に。どういうことやねん。どういうことなんて一体。清流と入ってるってどういうこと？ちょっと待って。よっしゃ、入れとこうか、ヒートアクション。打ち当てていき、あー、何？二刀流？二刀流とは？槍の次はそっちかーい。もう危ねえ。痛い。こっちだってね、回復アイテムを使うんですよ。当たらねえか。あー、これ後ろ取られるとうぜえな。よし。よーし。一人称。ちゃんとしっかりと敵に与えるダメージは大事よ。よいしょ。危ねえ危ねえ。いっていー。当たるんかーい。よいしょ。で、清流塔がしっかりと残ってるから。これ最高だぜ。最高だな、おい。よっしゃ。で、ここでぶち当てていく。もう一丁。もう一丁、もう一丁。で、スタミナロイヤルを安定に入れていこうか。でも、あー、くそ。くっそ。よいしょ。よいしょ、危ねえ。あかん、もうちょいだったのに。もうちょいだったのに。やばい、倒しちゃう。倒しちゃうぞ、これ。よいしょ。最後、綺麗にヒートアクションで倒したかったっていうのはあるけど。おじさん。ごめんね。ごめんね。桐生一馬、誘拐の現行犯として逮捕する。なんで誘拐になるんだ、須藤。お前だって見たろ、あの子はあいつに誘拐されたんじゃねえ。何度言われても同じですよ、伊達さん。何？何があろうと桐生の釈放はありません、伊達さん。だから言ったじゃないですか、手を引けって。では。
遥か。遥か。おじさん。お前。ごめんね、おじさん。こんなことになっちゃって。私、本当はおじさんと一緒にいたかった。だけど、これ以上、おじさんに迷惑かけちゃいけないと思って。バカだな、お前は。俺が迷惑してるって思っていたのか。伊達さん。ああ、遅くなって悪かったな。あんた、こんなことしたら。やばいだろうな。だがもう遅い。逃げるぞ、キリュウ。おっと。なんで使われるね、あの流れでな。にしても、まあ、無事にハルカをね、助け出すことができてよかったんだけど、もう伊達さんも、男気味したな、あれな。まあ、おかげで助かったけどね、それでね。ちょっとジャカの連中の戦い方がうざかったね。まあ、最後、1対1のラウカーロンは、意外と余裕でしたね。回復アイテムさえあればいけたから。まあ、無事にね、ノーコンティニューで倒したんで、よかったと思います。まあそんなわけで、次回ね、この後どうなっていくかだよね。ペンダントは取られちゃったからね、あのペンダントが意外とね、キーを握ったり、するからな。じゃあまあ次回ちょっと楽しみに見ていきましょうか。というわけで、ありがとうございました。バイバーイ。